困難救助隊の初代隊長の黒田武宏です。困難救助隊というのは、結婚したい人は結婚できる社会に、どうしてもしてくださいっていうお願いを続けてます。あとは勝手なこと私が喋ってます。今日は2021年の令和3年の3月28日の日曜日です。これからですね、まあ暴風って言いますか、今日はかなり風が強いんですけども、だんだんですね、暴風っていう天気が下り坂っていう予報なんですけども、昨日ですね、松本清張特別企画喪失の儀礼2003年版ですね、11月30日に放送されて BS ジャパンでですね、それで12月3日にはテレビ東京を、系で、放映されたっていうですね、キャストがですね、萩原和恵役が泉ピン子さん、大塚俊夫刑事役が大地康夫さん、小池為吉役営業マンですね、あの医療機器の萩原流れさん、でですね、川上麻衣子さんがですね、芸名の萩原美奈子さん、これ萩原雄一の妻、萩原雄一が大鶴義丹さん、で田村刑事がですね、大地康夫さん、大塚刑事のですね、部下ですね、田村刑事ですね、であとは、アギヨコさんがですね、作詞家のですね、大地康夫さん の, あの奥さん役ですね、で係長刑事のですね、川寺崎健三さんのですね、で医師にですね、これ連続医師殺人事件ですから清水浩二さんとあと西田敏明さんがですね、やってましたね。西田敏明さんは亡くなっちゃってますね。萩原流れさんも残念ながら本当バイク事故でですね、亡くなっちゃってますけどね、今ももしも事故死してなかったら大活躍されてた方でしょうにね。あと大地康夫さんと網陽子さんの娘役で宝石優香さんという方がですね、やってましたね。わ、風強いですね。今ちょっとガタガタやってますけどね。ですね、言いましたようにですね、殺人事件なんですけど、非常にですね、この泉ピン子さんの役、萩原和恵と、嫁であるですね、萩原美奈子ですね、これがですね、むちゃくちゃ仲が悪くて、人がこう、いればですね、もうめちゃくちゃ喧嘩ばかりと、嫁姑問題とかありますね。ですね、嫁姑問題っていうのは昔から言われますけれども、仲が良かった嫁姑もいたはずで、なんでそればっかり、そこら辺がマスメディアのまた、家族を壊してきた要因の一つでしょうね。夫婦別姓なんて、選択的夫婦別姓なんて言ってるアホな人たちがいますけど、夫婦の名字を足し合えばいいんですね。夫婦併合制って言って、同時にこう鈴木佐藤胸落ちたらダメですね。大変政治家になっちゃいますんでね。佐藤鈴木胸行きとかね、そうすればいいんですけども、広瀬川流れる岸辺、思い出は帰らずですけど、まあだいたいね、核家族化して個人主義が発達して、夫婦どころか離婚まで多くなる個人主義化したくせに、どうして自分 の, 生まれた家をね、少子化にして、少なくなっていくのに、自分の名字だけ大切にしたいのかっていうね、そこら辺のこの何ていうんですか、矛盾したところが頭きますよね。選択的夫婦別姓なんて言ってる人間は非国民です。まあいいか。まあね、今あいみょんとかね、一郎とか名字までなくなっちゃう人もいますけどね、もう外国出ちゃいますね、そういう人たちはね、ワンオクロックとかね。まあいいんですけど、よくないんですけど、
まあ本当にそういう、なんつう、偽善的なところが頭くるんで、夫婦、併合制がいいですよ、同時制っていうか、鈴木佐藤宗行とか、佐藤鈴木百合子ですね。まあ、なんですか、菅、忘れた、菅、菅小池百合子でも何でもいいですよ。何でもいいですから、何でもよくないんですよ。だから夫婦選択的夫婦別姓なんて言ってる人間は本当ね、なんか裏がありますから。もうそれね、メディアも裏だらけですから。これはね、どっか本当に諸外国でどっかね、まあ共産主義かどうか分かんないですけど、陰謀です。あとね、大地康夫さんはね、なんか私、フリーペーパーの営業やってる時に取材に成功したっていうのを何度も語ってると思うんですけど、かっこよかったですけどね、私より1、2歳年下の頃の大地康夫さん、やっぱりね、こう、おっさんですね。でもかっこいいですね、かっこよかったです。まあ、37歳くらいの川上舞子っつったらね、もうこれ、見栄晴や江川忍に似てるのに、やっぱ色気があってね、ムンムンですね。困っちゃいました。あとね、高橋和也、男組ですね。嵐、まあよくわかんないですけど、川村ひかるさん出てましたね、これね。懐かしいですよね。まあいろいろ2003年ってことですからね、遊び歩いてる女役でやってましたけどね。で、なんかこの池田美紀さんですか、幹事さんですか、男の人でね、これなんですか、ピン子さんの次男、長男大鶴義丹さんの弟役で、実は川上麻衣子さんと付き合ってたんですね、その次男の方がね。で、なんですかね、建築関係のすごい優秀な、次男で。長男の方はちょっとなかなかね、ちょっと今進行性って言われてる重い病気かかってて、長男もね、ピン子さんもね、次男期待してたんですけど、交通事故でですね、死んじゃうわけですよ。その後、何でしょう、医師2人の連続殺人事件っていうところにヒントがあるんですけど、その後ですね、なぜか長男の方の介護しなければならない病を抱えた、大鶴義丹さん役のね、違う違う違う、大鶴義丹さんが役の雄一さんですね、と川上麻衣子のが、次男が、交際してた次男が亡くなった後に結婚しまして、それで泉ピン子の姑役とはもう喧嘩だらけと。ひどいな、泉ピン子さんがどうしてこの赤木春江さんになっちゃうんじゃないかと。チャララランチャチャンチャチャンチャンチャチャンチャンですよね。渡る世間は鬼ばかりなのかと。そういうすごいですね、辛辣な役で、それがですね、実はトリックだったと。マスメディアのね、嫁姑問題のひどい人ばっかりこう、掲げてしまって家族を壊してきたことと同じですね。実は、ちょっと窓閉めました。寒いくらいになっちゃいましたね、とうとうね。やっぱ下り坂っていうかね、暴風の予報ですから。実はですね、小池為吉、萩原流れが医療機器の営業マンで、殺されてしまった清水浩司さんの明和医大病院の医師と、華原ですか、委員の西田敏明さんの院長、なぜか、実はですね、この次男がね、萩原修二さんがね、交通事故死した時の、このね、たらい回しした病院と医院の医者2人だったんですね。それで
表面上むちゃくちゃ姑問題の仲の悪い泉ピン子さんと川上舞子さんと、実はこの長男のね、うん、大鶴ギッツァンさんがね組んでましてですね、このたらい回ししやがったこの二人の意思をね暗殺しようと考えてます。で萩原流れの小池為吉にこれがねすり寄ってですね、川上舞子ですね、これが性的関係を結んじゃうわけですね、うん、これがね非常にね複雑なんですよ、皮肉たっぷりなんですよ。結婚した大鶴ギタンさんとはまあ性行為を結んでないんですね、うん、ところがこの利用したね医師二人を暗殺するために利用した萩原長井さんが演する小池為吉、医療機器の営業マンとは川上舞子は寝てしまうわけです、性行為してしまうわけです、うん、まあで一方萩原違う、第一安尾さん演じる大塚刑事一家は秋陽子さんが寂しがってなんか、うん、娘のね宝釈優香さん、この人はね、うん、あのなんか若い頃にあのルナシーのねボーカルのあ歌いませんすいません、歌いたいな、交際してたんですね、でもまあ別れてしまって どっちも違う人と結婚してねいるそうですけれど、まあそれは、うん、高橋和也さん男組はねこれ6人もお子さんがいるっていうことで立派です、素晴らしいです、うん、頑張ってほしいです、うん、あと中島久幸さんとかね草薙浩二郎さんとか渋い役の人が出てましたね、岡本信人さんも出てましたね、うん、あとねそうだな、で結局ね、うん、すごいね、うん、血が少しずつね失血死していく巧妙なですね殺し方をするわけですよ、なぜか、うん、で殺されちゃったのはこのね清水浩司さんと西田敏明さんが演じるお医者さん2人、なぜか、でその後なぜか小池為吉、医療機器の営業マン萩原流れさん役の人も浴槽で死んじまってたと、3人死んじまってた、なぜか、これはねすごい女心もあるんですけど、交際していたね交通事故死した建築関係の優秀な萩原修司さん役の池田さん、この人敵討ちでね兄貴と姑と嫁が結束していたわけです、だからこうだからよくね俳優とかはですねよあの敵対する役なんかするときはあのその時期は口も聞かないっていうすごいなんか公私混同のですね近藤ですじゃなくてですね近藤マッチみたいなですね不倫してしまうようなですね明菜かわいそうみたいなですね、明菜も男を見間違えちゃった人生になっちゃったな、せっかくこの目の保養を奥の男にしてくれたのになっていうですね、とにかくですね悲しかったですね川上舞子さん、うん、好きでもない男を利用するために性行為していけないんですけどね、で結婚相手のね長男はね弟の身代わりなのかと思ったところが、実は長男もね川上舞子さん次男が元気な頃からね好きだったんですね、でも自分は体が不自由な体でね憧れてたとこまでだったんです、でね、うん、川上舞子さんね、でピン子さんなんかはね俳句をね利用してね、
俳句結社 の清水浩二さんのお医者さんがね、指導者でしたから、俳句のね、その人のもとでね、こう添削受けたりして、でうまくこう取り入って、で川上舞子がその泉ピン子さんのね名前を使って、うん、振りをしてこう、色気仕掛けでね、これピン子さんで色気仕掛けでもよかったとは思うんですけど、川上舞子さんがね代行で、うん、清水浩二さんまんまとハマってしまいました。で血が少しずつ流れる方法で殺されてしまうわけです。なぜか、実はこのたらい回しして修二さん死んじゃったわけですけど、交通事故で川上真子さんの交通事故さえなければ、結婚していた相手だったはずの修二さん、30分たらい回しされなかったらもしかしたら生きてたかもしれないし、その可能性が高かったっていうわけです。ということはこの医師2人がたらい回ししたせいで死んじまった、これは恨みを募らせて殺してやるってことですね。まあ日本は法治国家ですから、こんなことしたら捕まるだけでもう人生棒に振ってしまうんですけど、それでも許せないってことで、このピン子さん、ギタンさん、舞子さんがですねやっちまいました。それでどうなったか、これで終わったのねって3人で言って、ギタンさんと舞子さんは、ギタンさんは実は好きだったんだ、舞子さんはごめんなさいね、夫婦のになったのに何もしてあげられずに、いや二人でいられてよかった、弟の敵も撃てた、そして二人で夜中心中してしまうわけです。そして残されたピン子さん、萩原和也どうしたか、これ人迷惑なんですけども、電車にひかれて死んでしまった、飛び込み自殺、悲しい話です。なぜか、たらい回しの石とかですね、してしまうような人に対して罰がないんです。それでまあ萩原流れも、もう性行為した証拠なんか嫌だったと、第一阿蘇さんの大塚刑事の言葉によると、そんなの消したくて浴槽で洗い流して方法でその前に殺したと、浴槽に沈めたと、女心です。ただいくらもう破滅してしまったとはいえ、敵討ち仇討ちですが、本当は結婚した人と性行為したかったの、この皮肉は何でしょうか。それなのに今の JK とかね、援助交際とかして平気で、はした金のためになんで2万や3万のはした金、政治家なんかうん千万でこの酒飲んでんですよ、でこう体を打ってしまう、で買ってしまう おっさんやお兄さん、これじゃあ中国や北に負けますよ、これだね。まあ、韓国は分かりませんけども、まあ、アメリカンも分かりませんけども、やっぱりね、自由でありすぎてもいけない、共産主義は単なるこの何ですか、独裁主義になっちゃうと、この人間のね難しさを家庭からして表しています。離婚ばっかりしてるくせに夫婦選択制定期別姓とかわけわかんないことを言う偽善者たち、それでもね純粋な心を持った結婚したいのに結婚できない
人たちは頑張って生きていきましょう。ふざけた人間が金やもみもみでいい気になって、快楽のための性を享受して子供も産まず、女は生意気になり、男はそれを利用して生意気な女をうまく陰でチヤホヤして、でフリーセックス、結婚もしないのに性行為して、でエイズやHIV ウイルスを広めたり、子宮感染症を広めたり、新型コロナウイルスを蔓延させたり、フィル会社やゴム会社を儲けさせたり、そんな汚い日本ですけど、それでも結婚したいのに結婚できない人は、そんな人身売買とか売春なんかせずに、まだどっかに素晴らしい男や女が残ってると思います、売れ残ってても。だから森喜朗会長が女性蔑視なんていうくだらない、別に女が会議になろうが長くなろうが、そんなことはどうでもいいんです。森喜朗会長は頑張ってきたんです。そんなのにマスメディアが、まあ、自民党を落っことそうってことなんでしょうけど、まあ原発反対ですから。で立憲民主党の情けないところは、原発ゼロというのは素晴らしいんですけど、選択的夫婦別姓を賛成するとかいうパーです、アホです。自分たちで苗字をこう家を潰してきたくせに、苗字を最後だけ自分で残そうっていう、その魂胆がけしからんです。だから右も左もいいとこと悪いところが中途半端、49点どっちも、49足す49は98、残り2点は何なんだっていう。ダメです、過半数超えません。だからしょうがないですよね。私は選挙には全部出てるはずなんですけど、今まで1回、いや出てると思うんだよな。俺は選挙権を行使してきました。だけど白紙で出したくてしょうがない、こんなろくな政党がない。なぜか男女が乱れてるからです。男女関係が乱れてるから、政治関係もあらゆる社会が乱れてるんです。結婚したい真面目な人たちが結婚できないんです。なんとかしてくださいよ。